皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は湿度の計算の問題です。ステンレス製のコップに汲み置きの水を入れ、氷を入れた試験管で水温を下げていった。この時の気温は24度 C で、水温が18度 C でコップの表面が曇り始めた。これが実験例ですね。これステンレス製のコップです。これだいたい金属製のコップになっているんですけれど、これなぜかというと金属って熱を伝えやすいですよね。ですから金属の表面の温度と中の水温、これが一緒になるから、こういう理由で金属製のものを使います。で、これが温度計があって、これ試験管の中に氷が入っている、こういう絵です。こちらには表があります。それぞれの温度での飽和水蒸気量、これが書いてあります。18度 C だと 15.4g 毎立方メートル。これどういう意味かというと、気温が18度 C だったら最大で空気1立方メートル中に 15.4g、 これだけの水蒸気が入ることができますよと、こういう意味です。で、20度 C だったら 17.3g、 22度だったら 19.4g という意味、ここに表になっています。はい、1番、汲み置きの水を使うのはなぜですか。2番、コップの表面が曇り始めた温度を何と言いますか。また、理科室の空気1立方メートル中の水蒸気量は何グラムですか。3番、この時の湿度を求めましょう。これ小数第1位まで求めるようになっています。湿度が何パーセントか計算するんですね。さあ、皆さんはここで動画を止めて、この問題を解いてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して、正解を確認しましょう。正解はこうなります。まず1番の汲み置きの水を使うのはなぜかっていうと、室温、ここでは理科室の室温ですね、室温と水温を同じにするため、このために汲み置きの水を使います。2番、コップの表面が曇り始めた時の温度、これを露天と言いましたね。そして、理科室の空気1立方メートル中に入っている水蒸気の量何グラムか、これは露天18度だったんで18度を見ます。 15.4 って書いてありますよね。ですから空気1立方メートル中に 15.4g 水蒸気が入っているということになります。で、ここはしっかり覚えておいた方がいいと思います。露天が分かっていたら、露天のところの飽和水蒸気量を見る、それが実際に入っている水蒸気の量になると、このことはしっかり覚えておきましょう。3番、この時の湿度を求めましょう。湿度はその気温、気温は24度ですから、この24度の時の飽和水蒸気量 21.8 分の実際に入っている水蒸気量、ここでは 15.4g ですから、ね、21.8 分の 15.4×100、 こういう式で求めるんでしたね。計算するとき、筆算でやるとき、先に 15.4×100 を計算して、それを 21.8 で割ると、こういう順番でやると計算ミスが減ります。計算すると 70.64、小数第2が4なので切り捨てて答え 70.6% と、このようになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。